ルース・エリザベス・ベッカーは、タイタニック号の二等戦脚。同戦の沈没事故における生存者の一人である。ルース・ベッカーは、1899年10月28日に、イギリス領インド帝国のグントゥールで生まれた。父のアレン・オリバー・ベッカーは、アメリカ人のルター派宣教師である。アレンと妻のネリー・イー・バウムガードナー・ベッカーの間には、1905年3月に、 ルースの弟となるルターが生まれたが、彼は1907年2月7日に溶接した。同年12月、ネリーは二人目の娘であるマリソンを、1910年6月には古代カナルで二人目の息子であるリチャードを設けている。1912年初頭、リチャードが病気を患ったため、ネリーはミシガン州のベントンハーバーで治療を受けさせることにした。ルースは、リチャードと共に、 渡米のための準備を始めた。ルースが乗船した13号ボート、危うく15号ボートの下敷きになるところだった。ルースの2歳になる弟、リチャードが病気にかかったため、ネリーは治療のために、リチャード、ルース、マリゾンを伴って、アメリカへ渡る決断をし、サウサンプトンからニューヨークを結ぶ、タイタニック号に乗船することとなった。彼女たちはまず、エラーマンライン社の蒸気船、 シティ・オブ・ベナレスでマドラスを出発し、イギリスを目指した。途中スウェズ・運ンが、ポートサイド、地中海、ジブラルタル海峡を経由して、イギリス・ロンドンに到着した。ルースは、母親のネリー、弟のリチャード、妹のマリソンと共に、1912年4月10日、サウサンプトンから二等船客として、タイタニック号に乗船した。父親のアレンはインドに泊まっている。 4月14日の午後11時40分、北大西洋上を航行中のタイタニック号は、氷山と接触した。衝突直後、客室係が母親に対し、ちょっとした事故が起こりました。間もなく、修復に取りかかるところでございます。と言っていたことを、ルースは後に振り返っている。事態の深刻さに気がついたネリーは子供たちを連れて、看板に上がった。その後、 ネリーはルースに対し、客室に戻って、ブランケットを数枚持ってくるよう頼んでいる。ネリーたちは、甲板の右玄側に向かった。右玄では六等航海主のジェームズ・ポール・ムーディによって、リチャードとマリゾンが11号ボートに乗せられたが、ネリーの乗船は認められなかった。客室係の申し立てもあり、最終的にムーディは、ネリーの乗船を許可したが、今度は、 ルースの乗船が許されなかった。ネリーは彼女に対し、他のボートに乗り込むよう叫んでいる。もともと救命ボートの数が少なかったことに加え、彼女たちが11号ボートに乗る頃にはすでに半数近くが出払っていたため、このボートには乗客が殺到していた。結果として11号ボートは、積載人数を超えた過負荷状態で出発した数少ない救命ボートとなった。 ルースは、その後、ムーディによって13号ボートへ押し込まれている。11号ボートのネリー、リチャード、マリソンと13号ボートのルースは、全員カルパチア号によって救助された。救命ボートがバラバラだったため、ルースは、母親とテイを探し出すのに非常に苦労している。4月18日、ニューヨークに到着した彼女たちはすぐさま列車で、ベントンハーバーに向かった。インドで、 選挙活動をしていたアレンが彼女たちと会えたのは1913年になってからのことである。沈没事故から長年、ルースはタイタニック号での経験を語りたがらなかった。そのため、彼女の子供たちは若い頃、自分たちの母親であるルースがタイタニック号に乗船していたことを知らなかった。彼女があの時の経験を語るようになったのは隠居してサンタバーバラに移ってからである。 タイタニック号の沈没から70年にあたる1982年、ルースはフィラデルフィアのタイタニック歴史協会総会に参加した。1987年と1988年にも彼女はさらに2つの総会に加わっている。1990年3月にはメキシコへのクルーズを行ったが、これは彼女にとってタイタニック号以来約80年振りの航海だった。 1990年7月6日、90歳という高齢の体に異潰瘍が触り、ルースはサンタバーバラで死亡した。彼女の遺体は火葬され、その遺体は1994年4月16日にタイタニック号が沈没した北大西洋上の正確な地点で巻かれた。三等先客だったフランク・ジョン・ウィリアム・ゴールド・スミスや四等航海士の ジョセフボックスホールたちの異界も同じ地点に巻かれている。ありがとうございます。